ウィーンの行政区。数字は、それぞれの区の番号に対応するウィーンの行政区では、オーストリアの首都であるウィーンの行政区について記述する。ウィーンは23の行政区より構成されている。それぞれの区は、インネルシュタット、レオポルトシュタットなど、独自の名前が付けられているほか、一区、二区のように番号で呼ばれることもある。この番号に当たる数字は、17、ペジルガスのように、 通りの名前の標識にも見ることができる。また、ウィーン市内の郵便番号は2.3桁目がこの数字で構成されており、例えば、1080はハック1200は20区といったように、一部の例外を除いてこの郵便番号は、どの区であるかが容易に判別可能である。地元方言では、区を表す、ベトサークの語の代わりに、ヒーブが使われることもある。 通りの名称標識の例本来のウィーン氏は、かつての城壁によって囲まれた、京の一区インレレシュタットの大部分に相当する地域、のみであった。15世紀から城壁前の地域への集中的な移住が起こったが、1529年に第一次ウィーン包囲が始まった際には、オスマン帝国軍側に、防御のための場所を与えないよう、中世からの周辺庁がことごとく焼き払われた。 後になって成立した近代の周辺町は、その時々の領主によって収められていたが、1683年には、第二次委員包囲によって再び巻き添えになった。1707年、市内の防衛のため現在のギルテルの地域に、新たな支壁、リニエンバルが完成した。1848年、土地の統治権が、領主から住民に渡る。1850年、 それまでのウィーン地域と34の周辺町が合併し、城壁は1858年から取り壊しが始まった。かつての周辺町は2区から8区までに分割され、後にさらなる分割によって10の新たな区が生まれた。まず1861年に5区が4区から分離。これによりそれまでの5区から8区までが、それぞれ6区から9区に改版となった。 続いて1874年、5区のうちギュルテルの外側の部分が10区として統合された。リニエンバルの外側は郊外村であった。リニエンバルは関税協会であり、市内及び周辺町へ物品を輸入する際には消費税が課せられていたため、郊外村での暮らしは格段に安く上がっていた。しかしすでに自治を尊び、自負心のある、 地域社会になっていた一部の郊外村では、この状態に甘んじることを良しとせず、ウィーン地域と合併のための交渉を目指した。1888年、皇帝フランツ・ヨーゼフ一世がベーリングに、トゥル・ケンシャンツ・パークを開き、郊外村との物理的な境界が、間もなく、取り除かれるのではないかという期待が、人々の間で高まった。 そして1890年12月19日に決議がなされ、1892年に1月1日をもって、郊外村が11区から19区として合併した。1900年に20区が2区より分離、1904年にはドナウ川東岸地域に広がるフローリッドルフが21区として加わった。濃いオレンジ色がアンシュルス前のウィーン地域、薄いオレンジ色が大ウィーン。 中間職が現在のウィーン市域1938年のナチスドイツによるオーストリア併合後、当時のウィーン市長ヘルマン・ノイバッハーにより、ニーダー・エース・ターライヒ州に属する97の区域が1938年10月1日をもってウィーンに編入された。これによってウィーンは第二次世界大戦が終わる1945年まで面積が 最大のドイツの都市という地位にあり、さらに1954年に現在の地域が確定するまでオーウィーンと呼ばれた。この期間はウィーン市に26の行政区が存在していた。ブライテンフルト、ラープ・イムバルで、ペルヒ・トールズドルフ、フェゼンドルフとヘナースドルフの各地域はメートリングの区域に泊まるのではなくリージングに加入した。これらの新しい区は郊外区とされ、 周辺地域と呼ばれた。第二次世界大戦終結後の1946年、ウィーン氏、ニーダー・エースター・ライヒ州及び国の議会において、ウィーン氏に併合された大部分を再び分離する決議がなされた。しかし、占領軍司令部内のソビエト連邦当局による抵抗にあい、境界線の変更に関する法律を交付できなかった。このため、該当する区の住民は、 ニーダー・エスター・ライヒ州の議会において大議員を選ぶことになったが、こうして選出された大議員には議会での投票権がなかった。外当区はウィーン氏当局の失政下にあったものの、ウィーン市議会には大議員を持てなかったことになる。ようやく1954年になって、ソ連当局も周辺地域の再分離に同意したため、1946年に、 決議された法律が発行することになった。しかし、この時はすでに多くの市民がウィーンに属する状態に慣れきっていた。ウィーン市自体も地域に泊まる要周辺地域に宣伝をしており、メートリングやクロースターノイブルクでは非公式に住民投票まで行われた。それでもこれらは議会の決議には大きな影響を与えなかった。 22区と25区の一部及び中心部に近いいくつかの地域がウィーン市に残ったが46の地域はニーダー・エースター・ライヒ州に再編入となった。これによりウィーン市はそれまでの面積の3分の2の広さとなった。今日でも電力やガスの供給網などに大ウィーン時代の名残が見られる。例えば当該地域ではニーダー・エースター・ライヒ州のエネルギー会社である。 EVN ではなく、ウィーンエネルギーによって、電力、ガスが供給されている。現在は、ニーダー・エスター・ライヒ州の一部である、クレーダーリング、マウアーバッハ、ペルヒ・トールツドルフ、シュベヒャート、フェゼンドルフなどの地域は、市街局番が、ウィーン市内と同じ、0地である。歴史的な経緯から、旧市街、元周辺町である1区から9区、及びに10区は、市内区、 郊外村を前身とする、その他の区は市外区と呼ばれる。一区のインネレシュタットは、居住人口が23区の中で最も少ないが、労働人口は10万745人で最も多い。この理由はまず、観光地で高級な店舗が立ち並ぶ通りが多いこと、そして多くの企業にとって重要な立地条件である、市の中心部であり、アクセスが容易なことである。 22区のドナウシュタットは1234ヘクタールの広さで最も面積が大きく、居住人口では136,444人で2番目の区である。この広さのため、ドナウシュタットは23区中でも人口密度が低い区の一つである。市域西側にある13区のヒーチングが最も人口密度が低く、1K 平方メートルあたり1,315人と、 なっている。一番面積が小さい区は8区のヨーゼフシュタットである。1 0 8 k ルの広さしかないにも、かかわらず22,057人の居住人口を抱えており、人口密度の高さで23区中2番目の位置にある。人口密度第1位は5区の丸が 0, 0で2キロ平方メートル少々の広さに49,111人が居住し、 1>, 1 k 平方メートルあたり24,191人という計算になる。現在のウィーン地域はかつての周辺町や郊外村が数多くの合併を重ねて構成されるに至ったものであるためかつての地名が地図上になおも残っている。今日においても地域のうちある部分がその周辺と比べて建物の様式や人々の気質などで はっきり区分できるような近隣住区が存在する。このような場所をグレッツルといい、特にカイザー・エーバースドルフ、マウアー、ヒュッテルドルフ、グリンツィングなど伝統的な村の中心があった市外区において多く見られる。区の代表者である区長は選挙において最も票を集めた政党より選出される。区長のもとに副区長が2人定められており、 1> 第1副区長は選挙での第1党より、第2副区長は第2党より選ばれる。2005年の選挙においては、緑の党が7区と8区で、オーストリア国民党は1区と4区、さらに13区、18区、19区で区長を出した。その他の区ではオーストリア社会民主党から区長が選ばれた。1995年にオーストリアが欧州連合に加盟して、以降、 非オーストリア人の EU 市民であっても、ウィーン市内に定まった住所があれば、区長選挙への投票権がある。2002年には、5年以上ウィーンに居住している、非 EU 市民にも投票権が認められたが、この規定は2004年に、オーストリア自由党と国民党の広告により、憲法裁判所の判断で撤回された。ありがとうございます。